はい、どうもこんにちは。年が明けて更新が続々と始まりましたね。 J3 に限って言えば時期が時期なだけに更新が全然されないチームとかもあるんで、長野バルセーロはまだ更新されてる方かなっていうふうに思います。今日は1月6日の更新分を見ていきたいと思います。それでは行きましょうか。秋山拓也選手です。身長185センチの大型センターバックです。 YouTube とかで調べてみると自身のシンガポール時代のプレー集が上がっているので、気になる方は見てみてください。両足のフィードとヘディングでの得点が印象的な選手です。 J リーグでの出場機会は少なくてハイライトでしか見てないんですが、ハイライトを見ていくとヘディングシュートを放つシーンなんかもあります。長野は高さのある選手が少ないんで、セットプレーからの得点に期待したいと思います。水谷雄一ゴールキーパーコーチが退任となって、栃木の吉本哲郎ゴールキーパーコーチの就任が決定しました。水谷コーチといえばダゾーンの中継なんかで触れられるほどのぶとい声がピッチに響き渡り、ゴールキーパーコーチでありながら選手以上の存在感を発揮している試合もありました。声での後押しがまるで僕らは声を出せない気持ちを代弁しているかのようでした。水谷コーチの退任は残念ですが、新天地でも頑張ってほしいなというふうに思います。代わりに吉村コーチが就任しました。選手時代は JFL 時代の F ・アレン長崎や琉球に所属していました。新しく大卒の八高選手なども入ってきていますし、育成力に期待していきたいと思います。いや、それにしてもフォワードの更新がないですよね。フォワードの更新を期待しているファンも多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。また吉田選手の去就なんかもすごく気になるところですよね。明日以降の更新に期待したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。